クレメンティーナ・ダズブルゴロレーナは、両シチリア王子、サレルノ公、レオポルドの日。新世ローマ皇帝フランツ2世とその皇后、マリア・テレジアのご女として、ウィーンで生まれた。ドイツ語名は、マリア・クレメンティーネ・フォン・ハプスブルクロート・リンゲン。パルマ女皇、マリア・ルイーザ、オーストリア皇帝フェルディナンド1世、ブラジル皇后、マリア・レオポルディナの妹にあたる。 1816年、母の実定で8歳しか年齢が違わないおじにあたる、レオポルド王子と結婚、4個を設けるが、成人したのは、マリーアカロリーナただ一人であった。マリーアカロリーナは、フランス王子で、オマールコーアンリと結婚した。1851年にレオポルドと死別後、マリーア・クレメンティーナは、娘夫婦のもとに身を寄せた。1869年に、 マリーアカロリーナが死去。その後も、義理の息子アンリと暮らし、1881年に、シャンティー城で死去した。ありがとうございます。